で最初これが出ると思うんですよね。これが出るので、でそこにこの下にあるパーツをくっつけていくんですよ。例えばなんか適当にこういう感じでやって、これがただのその構造で、でこれがタイヤですね。で例えばこうやってやると、でこれが下に置くボタンです。でこうやってやるとこうやって前に進めます。で今のが爆弾でこう触ると崩れるんですね。でこれだと曲がれないので、あ、でカーソル合わせてね X を押すと消せるんですよ。でこのステアリングヒンジをここに入れて、つなぐと、あ、で操作はカーソルキーでこう磁気を動かせるんですけど、動かしてこのさっきのステアリングヒンジを入れたことによって曲がれるようになるんですね。ここが一番基本のとこです。あ、倒れた。いけるかな。あ、こういう感じで最初壊すと、まあドラッグしてこう動かしてスタート位置変えたりとか、これをドラッグすると動かせますね。であとパーツもいろいろあって、なんかドリルつけたりとか、ウォーターキャノンつけて、これウォーターキャノンですね。と飛ぶ系のパーツ、自動操作、この辺は何なんだろう、ちょっとわかんないんですけど、センサーがあってプログラムっぽいことができるんです。ロジックゲートとかありますね。で、そうこうこの辺はちょっと強くなるのかな。このボール系はどうやって使うんですか、とかグレネードとか、そういうのはグラバーっていうのを使って、はいはいはい、と使います。例えばこれこのままやると爆発するしかないな。それです。あ、これか。はい、それを下に置いたりして掴むようにすれば、例えばじゃあそうか、こうやって、で、グラバーを、はい、はいはいはい、これ自爆するんだろうな。で、例えばファイヤーボールを、ファイヤーボール、意外でかい。グラバーのなんかトゲの面を見て、はい、それで、はい、蹴ると、このファイヤーボールを持ってくれます。なるほど。で、進むと、あ、燃えてる。すでに燃えている。ひでえ。